眼球運動障害とは、外眼筋や、その支配神経の障害の結果、眼球の運動が障害された症候である。共同死が不可能になれば、副死も生じる。この項では、外眼筋障害のほか、内眼筋障害も一部解説する。目の解剖学、第一眼くらいになく、射死の状態である。 この状態では共同死ができず副詞が生じている。1903年に、ドッジは眼球運動を5つに分類した。その分類では衝動性眼球運動、追従眼球運動、前提動眼反射、死運動性眼神、バージェンスであり、後に片死が加わった。随意的な眼球運動に関与する大脳の領域は、前頭葉の前頭眼や、補足眼や、 頭頂用の頭頂眼矢などである。中枢からの刺激が様々な経路で、脳幹脳用体の眼球運動発生期に達する。そして小脳や前提からの調節が加わる。小律性眼球運動は、周辺視野に見える対象を、中心下で捉えるときに起こる、随意的な速度の速い共同性眼球運動である。衝動性眼球運動には、主に二つの機能がある。 一つは、ある眼球の位置から別の位置へできるだけ早く移動させることである。もう一つは移動した新たな眼球の位置を維持し続けることである。ロビンソンの仮説では前者をパルスと言い,い、後者をステップという。ステップ信号は、神経積分器によるパルスの積分からなる。ステップ信号がないと眼球は、錯傾度は、起こすが、錯傾度の後に位置を保持できず、 小注意に後戻りしてしまう。水平方向のパルスは端にある、防制中強毛様体で作られ、垂直方向のパルスは中脳にある、内側重速分側間質角で作られる。水平方向のステップは、前提神経内側角と、舌下神経前くらい角で、PPRF のパルスを積分することで作られる。垂直方向のステップは、 カハール間質核でパルスを積分することで作られる。リムルフとインクと外眼筋眼球運動神経核の運動ニューロンの投射は上向きサッケードと下向きサッケードで異なることに注意が必要である。また共同運動を行うための左右の連絡は水平方向では内側重速であり垂直方向ではご高連である。 追従性眼球運動は随意的に選択した移動する一つの指標を中心下で捉え続けるときに起こる滑らかな眼球運動である。追従性眼球運動はゆっくりと動く指標を追進するという極めて特殊な条件下でしか見られず、日常的な眼球運動のほとんどは衝動性眼球運動である。前提動眼反射は頭部が 空間に対して動いた場合に、頭部の動きと反対方向に生じ、空間に対する眼球の向きを一定に保つ役割がある。最短の信号経路は三半期間につながる、前提神経節細胞、中継核の神経細胞、外眼筋運動神経細胞からなり三、ニューロニウミと呼ばれる。中継核以降ではより多くのシナプスを介する、 複数の経路が並列して機能している。前提動眼反射は人形の目現象と言われ、中止障害の拡張性、格下性の間別によく用いられる。視覚的外界の全体の動きにより誘発される目が外界を追いかける運動を死運動性反射という。この運動が連続する場合を死運動性眼神という。自動車や列車から景色を眺めている時に起こる。 眼心である。感情症は、外界の動きと同じ方向であり、急速症が逆方向で視線をリセットさせる補助的な運動である。急速症は立動性眼球運動である。垂直、水平方向に移動する対象を、両目視するためには両目が同じ動きをする共同性、眼球運動が必要である。前後方向に移動する対象を、両目視する場合は、 両目の水平眼球運動が逆向きに生じる非共同性眼球運動を行わなければ両目の中心下で同じ対象を捉えることはできない。近接に対する両目の内転運動を複装と言い逆に近接した対象から離れた時の外転運動は解散という。これらの運動を両目離反運動すなわちバージェンスという。なお複装の際に 宿道が起こることを調節という。バージェンスでは、角状性の信号が、PPRF や外転神経核、角間神経を介さず、上を花粉合部から、中脳毛様体を介して投射される。すなわち角間神経麻痺では共同運動としての内転は障害されるが、服装としての内転は、障害されない。静止した、視覚像を、中心下に捉え続けるとき、 眼球は、形微動によって、微細ながら動いている。これは、順応を防ぐ意味があると考えられている。また、速報中止での個室は、眼球の位置保持機構、すなわち神経積分岐が働いていると考えられている。眼球運動障害を理解するには、外眼筋の種類と機能、及びその脳神経支配を理解しなければならない。上直筋、下直筋、下斜筋。 内直筋は動眼神経支配であり、外直筋は外転神経支配、上射筋は滑射神経支配である。眼球を直接斜めに、上や斜め下に動かす、外眼筋は存在しない。動眼神経は眼鏡虚筋も支配し、エディンガーウェストファルカクから出る、副交眼神経を含む。滑射神経と外転神経は純運動神経である。 動画神経核は、中脳上級、滑車神経は、中脳下級、外転神経核は、端皮蓋にある。この三つの脳神経は、海面上脈動で、初めて交流し、三叉神経第一枝とともに上眼下列から、眼下内に入る。眼球運動の評価の仕方は、被験者から本を読むくらいの距離を空けて、ペンライトなどの指標物を置き、 その先の H の文字を書くイメージで、ゆっくりと動かす。水平性の眼球運動の評価では、外転は交際で眼球結膜が隠れれば正常であり、内転は瞳孔の内縁が涙点のラインに達すれば正常である。垂直性眼球運動では左右で同じ高さになることを確認する。上点では内外眼角を結ぶラインにより、 交際会炎が上に行けば、下点では打ち、外眼角を結ぶラインにより、交際上炎が下に行けばよい。基準としては、筋肉疾患、神経筋接合部疾患、脳神経麻痺、内側重足障害、中止障害を考える。筋肉疾患と神経筋接合部疾患は、両側性が多い。脳神経麻痺は、片側性が多い。内側重足障害、 中止障害は特有の症状がある。有名な疾患としては、タルーサ半ト症候群と内径、動脈海面上脈動漏などが知られている。海面上脈動部に一食い的炎症性肉芽腫ができる。眼痛、眼球運動障害、副脂が起こる。ステロイド剤が貯蔵する。何らかの原因により、内径動脈と、海面上脈動との間に、 血流の交通が生じた状態を言い、首動脈より直接動脈圧による血流が、海面上脈動内に流入するため動内の圧が、著しく更新し、静脈管流が障害される。原因としては、頭蓋底骨折が多いが、動脈流の破裂で起こることもある。症状としては、白動性眼球突出、頭痛、眼下部での白動性雑音、目血膜の充血。 不臭、外眼筋麻痺、視力障害などがある。確定診断には、脳血管座応援で、動脈症で、海面上脈動の病出。治療は血管内側旋術が多い福祉には、単眼性福祉と両目性福祉がある。単眼性福祉とは片目を覆っても消失しない福祉であり両目性福祉とは、片目を覆ると消失する福祉である。 単球性福祉では眼鏡、コンタクトレンズ、眼球に問題があると考える。両目性福祉は視線の不一致が原因なので様々な原因疾患を考えなければならない。一般に福祉の25%が単眼性であり、75%が両目性である。両目性ならば、問診によって鑑別疾患を絞る。両目性福祉の場合は、検測眼では、 中心視野で捉え、麻痺側では、周辺視野で捉えるために像が二重になる。したがって、麻痺側眼の像は常に、肩則眼の像の外側に生じることになる。診察では、副視が生じるどちらの像が消えたかを尋ねる。例えば、右目を遮蔽した時に、外側の像が消えれば、右目が麻痺側である。麻痺筋の特定での経験則として簡便な方法も、 ある。両目視で6つ、基本方向のどれを見たときに副詞が最もひどくなるのか患者に尋ねれば、麻痺筋の特定は楽である。さらに、マドックスの記憶法を用いると便利である。これは、異常筋は、同盟直筋かあるいは、正反対の借筋であるというものである。麻痺筋が推定できれば、神経診断学に基づきさらなる精査を行っていく。 完全麻痺では、外眼筋麻痺に加えて、眼鏡胸筋麻痺による、高度の眼鏡下垂と、同向活躍筋麻痺による賛同と、対抗反射消失を認める。眼球は、外転しており、内転、上転、下転が不能である。動眼神経麻痺では、病変部位の診断とともに、腫瘍、動脈瘤などの圧迫なのか、炎症。 拒欠などの非圧迫性病変なのかを診断することが大切となる。動眼神経の災害側は EW 核から出る副交換神経が走行する。したがって外からの圧迫では最初にそれが障害されるため三同が外眼筋麻痺に先行して出現する。一方、炎症、拒欠など非圧迫性病変では災害側の副交換神経が 最も障害を受けにくく、賛同を伴わない、動画に神経麻痺を呈することがある。基準の推定が済んだら、次に極細診断を行う。病変部位を、中脳、雲膜下空、海面上脈上眼下列の3箇所に対別する、間別は、随伴症状で行う。中脳では、大脳足の衰退路障害による、 変麻痺あるいは赤角障害による新線を体側半身に認める。蜘蛛膜下空は、髄膜刺激症状を伴う。海面上脈動周辺では、滑車、外転、三叉神経大一枝の障害を伴うことが多い。動眼神経単独の障害では、病変部位としては、蜘蛛膜下空と、海面上脈動上眼下列の病変を第一に考える。 滑車神経麻痺では本を読む、階段を降りるなど下方紙で副詞を生じる。特有の症候は頭を肩側に向けると左右の眼球くらいのズレが小さくなるため副詞が軽くなる。この時頭を障害側に傾けると障害側の目が上天する。これをバイエルシャウスキー症候という。滑車神経は中脳内の走行が極めて短く。 障害部位としては抹消を第一に考える。滑車神経麻痺が単独で起こるのは稀であり、診断学上は、動眼神経麻痺と滑車神経麻痺が合併しているかの評価が重要となる。この場合は上眼下裂や海面上脈動に病変がある可能性がある。動眼神経麻痺側の目で、外転移を取っているとき、下方を見るように指示する。 滑車神経が正常ならばこの時眼球は肝内する。眼球結膜の血管に注目するとわずかな肝内も確認できる。外転神経麻痺では眼球は内転しており、外転が不能である。病変部位は動眼神経麻痺と同様に橋、端、雲膜下空、海面上脈道上眼下列の3箇所に対別する。端病変では、 pprf 障害による、側方中止障害、顔面神経麻痺、端底を通る、衰退路障害による、変麻痺を伴う。雲膜下空病変では、髄膜刺激症状を伴い、海面上脈上眼下列の病変では、動眼神経、三叉神経第一枝の障害を伴う。外転神経の単独の麻痺では、雲膜下空か海面上脈上眼下列の、 病変を第一に考える。遠隔部の脳腫瘍が頭蓋内圧更新で外転神経を頭蓋底に押し付けて麻痺させることもあり、脳腫瘍の偽性局所兆候として有名である。外転神経は走行距離が長いため頭蓋内圧更新症で障害されやすいと理解されている。片側性か両側性かで病院が異なる。片側性外眼筋麻痺では、 海面上脈動上眼下列での動眼、滑車外転神経障害を第一に考える。内眼筋麻痺があれば確実である。両側性の前外眼筋麻痺は、角上性、角下性障害のいずれでも起きるが、角下性障害が原因として多い。角上性麻痺には進行性角上性麻痺、角下性麻痺は脳神経障害。最も重要なのは、 重症筋無力症によるものである。午後になると症状が増悪する、あるいは持続使用によって症状が増悪するのが特徴的である。眼筋型では片側が多い。他には、外眼筋そのものの障害による眼筋麻痺である、外眼筋、ミオパチー、甲上線機能異常症による外眼筋麻痺、筋緊張性ジストロフィー。 慢性進行性外眼筋麻痺が挙げられる。慢性進行性外眼筋麻痺とは、ミトコンドリア異常症の一つである。ミトコンドリア異常症は、基本的に、母系遺伝である。しかし、ヘテロプラスミーという現象がある上、未知の要因で、遺伝の原則に従わないものもある。 病態の基本は ATP の不足によって脳や筋肉が侵されるため、ミトコンドリア脳筋症とも言われる。慢性進行性外眼筋麻痺では進行性外、眼筋麻痺、網膜色素変性、心電動障害を3印とする。ほとんどが個発例であり、ミトコンドリアの複製過程の異常が考えられている。片側性の外見過水から始まり、網膜色素変性による、 視力低下が起こり、大抵は、心電動障害によって死亡する。他に、ミトコンドリア異常症としては、メラスやマーフが挙げられる吹き抜け骨折、眼科腫瘍、耳鼻科疾患、ドゥエイン症候群、などが挙げられる。目の協調運動に関わる、神経回路両目を同時に、同じ方向に動かすことを、眼球の共同運動という。それを障害された状態を、 中止麻痺という。両眼視が一側に変異している共同弁視では、中止麻痺を考える。中止麻痺には、速報中止麻痺と垂直中止麻痺がある。病変部位として、大脳と脳幹の中止中枢あるいは両者を結ぶ、神経路を考える。中止麻痺は、拡張性眼筋麻痺であり、眼球等反射は陽性で、眼球は、小中線を越えて体側に動く。 端部での横断面。防制中強模様体と内側重速の位置関係を示す。速報中止中数は前頭葉、後頭葉及び端の防制中強模様体にある。前頭葉の速報中止中数は対側強の PPRF を介して衝動的に眼球を対側方向に動かす。後頭葉の速報中止中数は 同速の PPRF を介して緩やかに眼球を同速方向に動かす。すなわち、前頭葉の速報中止中数で物体を素早く捉え、後頭葉の速報中止中数で動く物体を無意識に追跡することになる。したがって、共同弁子があれば、前頭葉の速報中止中数か端の PPRF、または両者を結ぶ、神経路の障害を考える。 両者の間別としては、共同弁視では、対側半身に、肩麻痺を認めることが多く、これが参考になる。前頭葉の中止中枢は眼球を対側に向け、PPRF は同側に眼球を向けるので、その障害では逆方向への共同弁視が起きる。すなわち、前頭葉障害では、肩麻痺の反対側への共同弁視、PPRF では、 肩麻痺側への共同分子が起きる。特徴的な中止麻痺に、角関性眼筋麻痺、または、MLF 症候群というものがある。内側重足は、PPRF から出て、すぐに体側に交差し、動画に神経外側角へ結ぶ部分である。端の端元容体防性チューブは、中脳の動画に神経外側角と端の外転神経角、及び、 前提神経及び頸部筋を MLF などを介して連結している。MLF 障害は、速報の中止で、内転障害と外転眼に眼振を呈する。要するに片目ずつ、眼球運動を見れば正常であるのもかかわらず、両目で一方向を見たとき、内転するべき眼球が内転しないというのが、MLF 症候群の特徴である。 動眼神経は障害されていないので服装は正常である。多発性硬化症では両側性 MLF 症候群が起きることが多い。垂直中止中枢は中脳の動眼神経核近傍にある。速報中止は外転神経と動眼神経を共同させる必要があるが垂直中止は動眼神経のみで可能である。垂直中止中枢の障害は パリ脳症候群である。この付近には複層反射の中枢もあると考えられており、多くの場合は複層もできなくなる。その他の垂直中止麻痺を起こす疾患としては、支障出血や進行性拡上性麻痺が知られている。支障出血では、血腫が中脳の垂直中止中枢を圧迫するために、病層側で眼球が下方変異する。 内転できるにもかかわらず服装ができない状態。近くを見るときに副詞を訴える。中脳の病変で生じるが、機能的疾患でも生じる。目くらいが服装の位置で固定してしまう現象で、縮動している。ヒステリーや脳炎で起こる。外転できるが、解散できない状態であり、遠くを見たときに副詞を訴えるが近くを見たときには、消失する。 外転神経麻痺では、麻痺側を見ると副詞が増強するが、解散麻痺では、すべての方向で同じように副詞を訴える。外転神経核レベルの端の病変で生じる。内側重足が障害された時の症状である。病変側と逆を見た時に、病変側の目の内転障害と体側の外転時の単眼性眼神を示し、服装は保たれる。 両側、MLF 症候群では両目とも内転ができず、両目とも外転時に眼振を示す。この場合も服装は保たれる。人皮の内側重則と防生中強毛様体の障害で生じる病態である。端皮蓋拘束で起こり得る。病変側への水平性中心麻痺と MLF 症候群を呈する。このため、病変側は、眼球は左右ともに動かず、 体側の眼球は、外転だけできる。外転時に眼神が生じる。そして服装は行うことができる。前頭眼矢の病変のため水平性の眼球運動ができないが、垂直性の眼球運動ができる状態である。水平眼球運動は、脳幹反射を利用すればできる。水平性眼神眼球浸透、または略して、眼神とは、不随意の、ゆっくりした。 眼球運動が形を妨げる。周期的な往復眼球運動である。本来の眼神は足を維持しようとしても視線が徐々に視点からずれてしまうことから発現する異常眼球運動である。形からゆっくりとしたずれが感情症であり、そのずれの修正が急速症である。眼神の方向は急速症の方向で示す。眼神は 形のための視覚系が正常に機能することを前提としている。眼神には先天性のものと後天性のものがあり、後天性の眼神には病的な意義がある。前提動眼反射基づく前提眼神や死運動性眼神は生理的な眼神である。後天性病的眼神ではめまいを伴う疾患が多い。めまいは視覚。 平行感覚と固有感覚の不等号によって感じる感覚と言われている。形を維持できないため視力低下や動揺視を訴えることも多い。形を行うには、前提動眼反射、視線を保持するための神経積分器、網膜像のズレを検出する視覚系の三つが必要であり、これらの障害があると眼心は生じる。神経に原因がある場合は、前提、または、 小脳の異常を考える。本来の眼神では、形のズレを修正するために動く、急速眼球運動系が逆に安定した、形を妨げる原因となる場合がある。この急速症が主体の異常眼球運動を衝動性眼球、運動混入という。生理的眼神は正常で出現する眼神であり、病的になるとこの眼神が誘発されなくなる。 生理的眼神は誘発されないことが異常である。一皮迷路を冷却したり温めると眼神が起きる。これを温度眼神という。温度刺激により三半期間のリンパ液に対流が生じて体が回転しているのと同じ感覚が現れ、このため眼神が起こる。体を回転させて急に止まると眼神が出現する。これを回転性眼神という。 回転したことによる惰性のために止まった後に、リンパ液が動いている状態になり、眼神を誘発する。これらの眼神は、中止によって抑制されビジュアル、サプレッションという。ビジュアルサプレッションは、小脳や脳幹に障害があると、減弱する。電車の車窓を眺めるときに起こる眼神である。脳幹、小脳、後頭葉、頭頂葉の病変で障害される。 速報中止によって水平性の眼神が生じるもので、あり、脳幹、小脳の病変で認められる。ブルーンズ眼神では病速を中止した時に深腹が大きな眼神が認められ、腱側を中止した時に深腹が小さな眼神が認められる。この眼神は小脳胸科部腫瘍で認められる。正面視で認められる下眼圏向きの眼神は脳幹下部の障害で認められる。 上眼圏向きの眼神は脳幹、小脳の病変が関係する。前提性眼神は人皮の前提器官前提神経の障害、または刺激で起こる。水平性眼神が多いが、回転性の要素が加わることもあり方向は一定である。方向固定性眼神という。眼神と反対方向を中止した時に、深幅は最大となる。これを、 アレキサンダーの法則という、眼神の方向は刺激症状の場合は観測に向くが、多くの場合は脱落症状で検測を向く、ビジュアルサプレッションを認める。急速症、感情症の区別がないのが特徴的であり、フリコ様眼神と水平方向性眼神で方向が周期的に変化する眼神がある。前者は、 先天性視力低下など形機能の発達障害に原因がある例もある。後者は前提神経、小脳、下部脳間の障害による。MLF 症候群で認められる眼神は外転眼のみに認められる。眼神の生じる中止方向と逆の側に病変がある。約1ヘルツの周期で人側の目が上転、内線し、他方が下転、外線する。 中脳毛様体の障害による。身体診察においては、眼診の重要性は、めまいが中枢性か抹消性かの間別に最も重要であるため、その点を強調して記載する眼診の診察法に関してまとめる。抹消前提神経障害では秒速へ、回線成分を持つ自発眼診が出現する。このタイプの眼診でなければ、中枢性の可能性がある。 この時点で純垂直性の眼神ならば、中枢性の可能性が高い。また正面視させ眼神が減弱するならば、抹消性、増強するならば、中枢性が疑える。次に正面視左右上下の中止を行わせる。眼神が正面視で認められず、左右や上下の中止方向性に眼神が認められるときは、中枢性を疑う。右方で、 右向き眼神が出現し、左方子で、左向き眼神が出現すれば、中止方向性眼神であり、中枢性を疑い、左方子でも右向き眼神が認められれば、抹消性を疑う。原則としては中止の方向によって、眼神の方向が交代すれば、中枢性であり、一定ならば、抹消性である。右下でも左下等位でも正面子と、同方向を示す。 低方向性ならば、抹消性と考えられる。一方方向が後退する場合は、下向性ならば、抹消性。上向性ならば、外側半気管型 BPPV クプラ結石消化、中枢性を考える。通常は、BPPV を診断するために用いられる検査である。材から、懸水遠位の遠位変換で上眼検無き垂直、回線混合性眼神。 懸垂等位から材への変換で逆向きの眼神が出現すれば、後半期間型 BPPV と診断することができる。材から懸垂等位の目くらい変換で下眼圏向きの垂直、回線混合性眼神ならば、前半期間性 BPPV を下眼圏向きの純垂直性眼神が出現したら、中枢性を考える。ロビンソンの仮説では、パルス発生器である。 防生中境模様体、内側重足粉側間質核、ロストラルインタースティシャルニュークリアスオブメディアル。ロンギチューディナルファシクルス、リムルフや、神経積分器である舌下神経前くらい核、カハール間質核の障害で起こり得る。前提神経核、小脳肩葉小脳小節の障害でも眼神は起こる。簡単にまとめると、 リムルフの障害ならば垂直性中止麻痺、インクの障害は垂直性中止眼神である。左右側方中止により、中止方向性眼神が水平性に出現すれば端円髄上部の障害である。回線成分が伴った場合は、前提神経核や前提小脳の関与を疑う。円髄の障害は、あらゆる眼神を起こしうる。 小脳病変の眼神はリズムが不規則である。衝動性眼球運動混入、異常眼球運動、眼球不遂運動をまとめる。立動性眼球運動混入では、オプソクローヌスや眼球疎度などが知られる。精神性中止麻痺、視覚失調、視覚性注意障害を3印とする、症候群であり頭頂葉から、後頭葉の両側性病変で生じ。 特に中大脳動脈と五大脳動脈の分水例の高速で多い。精神性中止麻痺とは、視点が一点に固定することであり、視覚失調は凝視したものを掴もうとしても大きく、見当が外れてしまうこと。視覚性注意障害は中止した狭い視野の範囲にしか注意を示さないことである。不規則な、早い、あらゆる方向に向かう、眼球運動で、 持続的に出現する。身体的に、ミオクローヌスを合併することが多く、小脳失調を伴う、急性小脳炎、小児の神経目細胞腫、代謝性脳症、防腫陽性神経症候群などで認められる。1から3ヘルツの立動的な眼球運動でありしばしば公害のミオクローヌスと合併する。他の不随運動と異なり眠りでも消失しない。 四上角、赤角、下折り部角を結ぶギランマラレットの三角の障害による。眼球運動障害に動向異常を、すなわち内眼筋障害が合併することも多いためまとめる。動向は自律神経の支配を受ける。交換神経が賛同を、副交換神経が縮動を担う。交換神経の走行は以下の通りである。死下部に一時ニューロン。 1> 第1、胸髄の中心開発室中間外側角に二次ニューロン、上頚部交換神経節に三次ニューロンがある。三次ニューロンの軸索は、内形動脈周囲に、交換神経層を形成しず外内に入り、その後眼下に立って、動行三大筋と、目見板筋を支配する。この経路は体側に交差せず、その障害は動側にホルネル症候群が生じる。 副交換神経の動向中枢は中脳上級のエディンガーウェストファルカクである。その軸作は動眼神経として眼下に至り、毛腰体神経節に終わる。そこから出る単毛腰体神経が動向活躍筋を支配する。この経路は対抗反射の遠心路であり、障害されると対抗反射消失と賛同が生じる。注意点としては、 動眼神経は上眼腱虚筋、交換神経は鍵盤筋を支配しているのでどちらが障害されても眼腱下垂は生じる。また、眼底検査するときは薬物で賛同させてしまうのでこういった動向の検査ができなくなってしまう。眼底鏡を見る前に十分動向は観察しなければならない。対向反射と副相調節反射がある。対向反射とは、 人皮動向に光を当てると両側で縮動が起きる反射である。これは、急進路の視神経からの神経繊維が中脳上級死外部を通って両側の EW 角に終わるからである。副装調節反射は眼前近くのものを見せると両眼球が内転して縮動する反射である。この反射の経路は複雑で、網膜から光刺激と同様。 外側室状態を介して後頭用、四角屋に行った後、シフタ全角に行き、動眼神計画と EW 角に入力をする。このように、両反射の経路が異なるため、対抗反射では、宿道がなく、副相調節反射では、宿道が見られることがある。アディ同行、アーガイル・ロバートソン同行。 動画に神経一緒性再生がその例である。エムドとして、対抗反射が異常ではない人に対して、複層調節反射を見る診断学的価値はない。大きさ、形、位置の異常がある。大きさの異常には宿道、縮動、賛動、動向不動がある。動向不動は正常人の約20%に見られ、必ずしも、病的病態ではない。 形は正常では正円であるが、楕円や不正がある。正常な動向形は、加齢とともに減少する。10歳では 7mm、30歳で 6mm、80歳で 4mm で、ある片側の宿道では、交換神経障害による、ホルネル症候群を第一に考える。ホルネル症候群は特有の症状を呈するので、診断は容易である。 両側性の宿道では、高齢者、アーガイル・ロバートソン同行、副交換神経刺激作用を有する麻薬、有機ン、フェノチア人などの中毒で見られる。橋出血では、針先動行と呼ばれる、両目の著しい宿道が起きる。これは、交換神経の一時ニューロン下行路の障害による。ホルネル症候群の症状は、宿道。 軽度の眼検下垂及びまぶた裂強症である。眼科内平な目筋が発達したイエウサギでは、その麻痺による眼球肝臓も生じるが、未発達の人では眼球肝臓は起こらない。目交換神経は、工事中枢である、床下部より発し、脳幹を加工し、頸椎,椎 C1、C2、胸椎 T1、T2 の毛様脊髄中枢でシナプスを変える。下、 中部交換神経節を通過、交換神経幹を上行し、上頸部交換神経節へ入る。ここでシナプスを形成し不死後神経になり、目交換神経として内形動脈とともに頭蓋内に入り、同向三大筋腱板筋に至る。病変部位の診断法として、上頸部神経節を境にして不死前障害と接合繊維を鑑別する。 ホルネル症候群を起こす病変は、中枢性障害としては、ワレンベルグ症候群、脊髄疾患、腫瘍、多発性硬化症、血管障害が知られている。不自然性としては、胸部腫瘍、すなわちパンコースト症候群、重核腫瘍などが知られている。節後性では、頸部の腫瘍、血管障害、外傷などが知られている。鑑別には、 顔面の発汗障害と薬物転換試験が有用である。動向支配と顔面の感染支配の交換神経は、不死前では並走しているが、節後では、動向支配は内形動脈、感染支配では外形動脈と共に走行する。したがって、顔面の発汗障害があれば不死前障害である。薬物転換試験では、正常眼では反応しない。 0.1%濃度のアドレナリン転眼を行う。接後障害では脱神経支配による過敏反応が生じており、賛同が起きる。逆に、神経終末部に作用して、交換神経作用を発揮する1%コカインの転眼では、不死前障害では正常の賛同が起きるが、神経終末部が破壊されている不死後障害では、賛同は見られない。宿道。 対抗反射消失、複層調節反射正常が基本症候である。中脳上級死害前域で対抗反射の急進路の障害で起こるので通常両側性である。神経梅毒の兆候として有名であるが多発性硬化症など多疾患でも起きる。三道では動眼神経麻痺、緊張動向、パリ脳症候群など副交換神経障害を大 一に考える。無酸素脳症などの脳の広範な障害でも賛同が生じる。アトロピン、酸関系抗うつ薬、抗ヒスタミニ薬などの抗コリン作用の薬剤でも賛同を起こす。視神経炎や網膜剥離など視神経の急進路に障害がある時はライトの光を両目に当てることを繰り返すと観測の目は光が当たっているのにもかかわらず、 やや賛同することがある。注意深く見ると、わずかに収縮した後に逆に賛同が起きている。これは、相対的急進性動向障害、または、マーカスガン動向と呼ばれる。視神経生命の減少で、対抗反射が減弱しているために起き、軽微な視神経障害の特有な症候である。賛同、対抗反射消失、服装で徐々に縮動すれば、 アディ同行である。若い女性に多く、片側性で急性に発症する。正常癌は反応しない2.5%メコリール、または0.125%ピロカルピン転眼に、過敏反応して縮動するので、毛様体神経節以降の不死後繊維の障害が原因である。アディ同行に加えて、剣反射消失下痢、起立性低血圧、発汗異常など、 自律神経障害があれば、アディ症候群という。賛同、対抗反射と副相調節反射の消失、情報中止麻痺を呈する。垂直中止中枢と、動眼神経核が存在する、中脳上級の障害で起こり、消化体腫瘍、第三脳室腫瘍、多発性硬化症などで見られる。薬物点眼試験の適応となる疾患には、 ホルネル症候群、アディ動向ーーなどがある。他には、動眼神経麻痺と薬物性賛道の間別で0.5%ピロカルピン転眼試験が行われることがある。転眼試験では、コカイン、チラミンの他交換神経作動薬としてはフェニレフリン、あるいは塩酸ジピベフリンなどを用いる。アディ動向ーーの転眼試験の目的は、肝眼における低濃度コリン作動薬に対する、 過敏性の証明である。古典的には2.5%メコリールが用いられていたが、ピロカルピンが用いられることが多い。0.125%ピロカルピンは1%ピロカルピンを、生理食塩水か人工類液で3段階に2倍希釈して、調剤する。0.125%ピロカルピンを両目に5分間隔で2回、転眼し60分後に判定を行う。 陽性率は90%と高く有効性が強調されている。ありがとうございます。